バレーリオ・マスタンドレアは、イタリアの俳優、映画監督、映画プロデューサー、作家である。2019年までにダビッド・ディドナテッド賞に11度ノミネートされ、4度受賞している。ローマ出身。ローマの古い街並みが残る地区、カルバテ、ラで育つ。大学在学中19歳の頃、テレビの人気トーク番組、マウリツヨ・コスタンツォ賞の司会、マウリツヨ・コスタンツォに、 個人的に連絡を取り、番組出演を嘆願。同番組に出演を果たすと、たちまち人気者となる。また、スポーツ関連のトークバラエティ番組、クエリジェ・イルカルチョへの出演で知られるようになる。1993年に舞台デビューを果たした後、ピエロ・ナトリ監督作、ラードリー・ディシネまで、初めて映画に出演する。 1996年公開のクラウディオ・フラガッソ、監督作、パレルモ・ミラのソロ・アンダタへの出演で、全国的に人気を集め、また、同年、ダビデ・フェル・ダー・リオ監督作、トゥッティ・ジュー・パー・テラで、ロカルの国際映画祭最優秀男優賞を受賞する。2005年、労働災害による死亡を題材とした、短編映画、3 87で、 監督・兼脚本家としてもデビューを果たす。題名の3.87という数字は当時イタリアで、労働災害による1日の平均死者数を示している。2007年、ジャンニ・ザ・ナージ監督作、考えても無駄さにロックミュージシャン役で主演して、ダビッド・ディドナテッド主演男優賞にノミネートされ、2009年に放送された同名のテレビシリーズでも同じ役を演じた。2009年、 ロブ・マーシャル監督のハリウッド映画、インに出演する。2010年には、パオロ・ビルズイ監督作、初めての大切なもので、ダビット・ディドナテロ主演男優賞を獲得する。2012年には、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督作、フォンターナ広場イタリアの陰謀に出演したほか、イバーノで、マッテオ監督作、幸せのバランスで、ダビット・ディドナテロ主演男優賞を、ロベルト・アンドー監督作、 ローマに消えた男で、同助演団優勝を獲得する。2014年、カルロ・マッザクラーキ監督の遺作となった、幸せの椅子に出演する。友人のクラウディオ・カリガーリ監督作、ノン・エス・セレカティボには、プロデューサーとして参加し、2015年5月に、カリガーリが死去した後には編集の仕上げを行っている。同作は、第72回ベネツィア国際映画祭の、 コンペティション部門で上映されたほか、第88回アカデミー賞のイタリア代表作品に選出された。その後の主な出演作としては、同名のベストセラー小説が、原作のマルコベ・ロッキオ監督作、歓喜人生、パオロ・ジュノベーゼ監督作、大人の事情、パオラ・ランディ監督作、ティートとエイリアン等がある。さらに、マネッティ兄弟作、ディアボリックで、ルカ・マリネッリと共演。 ステファノ・モルディーニ監督のネットフリックスオリジナル映画、プレイヤー浮気男のラプソディで、リッカルド・スカマルチョと共演するなど、近年も話題作が目白押しだ。三重四のポルトス役で出演するジョバンニ・ベロネージ、監督、トゥッティ・パー・イチ・イチ・パー・トゥッティも見逃せない。ダビット・ディドナテロド賞チャック・ドー・ロ賞。ありがとうございます。